おはようございます。西田航です。え、11月17日木曜日っていうところでいかがお過ごしでしょうか。えっ、ー、と、今日天気いいですね。今日なんですけれども、<coughs> EOS R5 Mark II が、えー、本当のハイブリッドカメラになるのではないかっていうお話でございます。昨日のね、えっ、ー、と、サブチャンネル、こちらのサブチャンネルご覧いただいた皆様だとちょっと理解できるかもしれませんが、えっ、ー、と、R6 Mark II が、えっ、ー、と、ここ。 ここのダイヤルにムービーとスチルの切り替えボタンがつきましたっていうお話。だけど、ここに、ここにグリグリグリと回す物理の、物理のモードダイヤルがあるせいで、結果ここを切り替えたとしても、切り替えたとしても、じゃあここでスチルはマニュアルモード、え、ムービーはここで TV モードとかにしようとすると、結果、2アクションやらねばならない。R3 とか、 R5 であれば、ちょっとで、バッて入れますね。よいしょ。<laughs> R5 だと、昨日も言ったんですけど、ここ、ここのボタンで、ムービーとスチールがこうやって切り替えられるわけですよね。って中で、さらに、別に、物理的なね、ムービーとスチールの切り替えボタンがなくても、ここに当て込んでおけば、ここは実質上の物理ボタン、切り替えボタンね。で、その中で、 えー、モードはこれが今、えっ、ー、と、これがスチールですね。スチールで TV モード。ここが、えー、ムービーで TV モード。仮にですが、これをムービーを、<coughs> 僕の場合は、まあ外で Vlog 撮るときは C の3で TV にしていると。こういう感じでね、C3TV。で、こう切り替えたら普通にスチールは TV。こっちは C の C3 の TV。で、例えば、よいしょ、<coughs> こっち。 えーとここのモードえスチルのモードをマニュアルモードにしてるで切り替えたらこっちは C3 の TV になるということで、えー、とこれ実は R51 台で綺麗に <laughs> ムービーとスチルっていうところが綺麗に分かれて完全ハイブリッド機になってますよね <laughs> でなってるんですが R5 の問題っていうのはここマルチインターフェイシュがまずないっていうところえっ、ー、とこれですよね こういった DM1D とかのマイクはつかないっていうところが一つと、あとやっぱ30分の壁が超えてきてないっていうところ。で、あとは熱問題。やっぱり熱くなるっていうところですよね。8K、30P 撮れますからね。まあ、撮れるっていうのは撮れるんですが、その分熱とかめちゃくちゃ出てくる。30分はギリ撮れるか撮れないかぐらいな感じってことなんですけれども、まあそう考えたときに、やっぱり R6M2 の今回の のりのりですよね、えー、と熱でないバッテリーライフ向上をマルチインターフェッシュついた30分の壁超えてるそれが全部この R5 に入ってきたら要は R5M2 ですよねでさらに今言った問題電源は入れます入れてここまあ物流ボタンがなかったとしてもこれで、えー、スチルとムービーっていううに切り替えられたらもうシームレスにムービー切り替えるここでレック終わったレック終わり はい、ここでボタンを押してスチルに切り替えて撮るっていう。このフローができれば完全にスチル機でもありつつ、ムービー機にもなるっていうところで、まあ、ブもう、もはやね、気が早いですが、r 5 m II、めっちゃ楽しみっていう話も一つね、できるかなと思いました。なので現状では僕は r 6 m II に関してはやっぱりスチル機かなっていう。今回もちろん、まあ実験的にというかトライとして、 えっと、なんだっけ、ラリージャパンでね、えっ、ー、と、R6M2 を使って、ムービーもスチルも撮ってきたんですけども、やっぱりちょっと混乱したのも事実でした。先ほど言った、ここのムービーとスチルを切り替えたときに、結局、えっ、ー、と、ムービーの方は、えー、C1 に当て込んでいたと。C1 にムービーのセッティングを当て込んでいた。で、スチルで戻して C1 の状態で撮ったら、ちょっと違うモードになっていて、AF <laughs> 不足距離のサーチ駆動が入っていなくて、 取ろうとした時に一回 AF が抜けてしまったらそのまんまになってしまったっていうね。これの設定とかは T、スチルの TV モードにしておけばその設定は入っていたにもかかわらず、えっ、ー、と、スチルの C1 に当て込んでいたがためにサーチ駆動がオフになっていたってもう喋ってても結構ややこしいじゃないですか。こういう、まあ物理ダイヤルの、物理モードダイヤルの弊害ですよね。むしろ、R5 <laughs> みたいにここでこうやって押して切り替えられるのであれば、 そして、それがムービー、スチールがそれぞれきっちりと設定がセパレートしているのであれば、結局は、えっ、ー、と、物理、ダイヤル、物理での切り替えスイッチよりかは、きっちりと根本的なシステムがムービーとスチールで分かれている方が、ハイブリッド機としてはやっぱり優秀なのかなというふうには思ったんですよね。やはり、ムービーはムービー、スチールはスチールで分けてしまった方が、 結果的にはいいのかなというふうに思っておりまして。まあやはり僕の場合はスナップが中心だったりすると、ムービーに関しては FX30 で撮る。バーっとね。手ぶれも強いしっていう。で、あとはスチルにおいては、えー、ライカ、M11 あたりで、えっと、まあ軽量ですよね。800g ぐらいで撮っていくと。この辺がね、やっぱ一つの、まあ勝ち筋っていうか僕のやり方としてはいいのかなと。<laughs> ですが、まあこのカメラに2400をつけて、 で、マイクつけてだいたい1 3 4キロぐらいで、えー、この、今言った2台分ですよね。FX30 と、えー、LIKA の M11 の役割を1台で果たせるっていうのもね。しかもこれオートフォーカスとかもめちゃくちゃ優秀ですから、それで何でも撮れると、そういうふうになってくれた方がありがたい現場もあるし、まあ逆に言うと、スチルはスチル,スチルでゆっくり撮りながら、 ムービーはムービーでこれはボタンを押すだけでムービーが確実に取れてるっていう安心感ですよね。もう余計なリソースをムービーとスチールの切り替えによって、まあの自分の脳でね、そのリソースを咲かなくていいっていうところは非常に大きな要素だよなっていうところで現状僕のやり方としてはムービーはムービー、スチールはスチールで分けていく。で、僕の場合のムービーは究極 iPhone でもいいかなと思っていて、この間も東大、 東京大学をちょっと散歩してきた時に久しぶりにふと思いついて収録始めたもんですから、この iPhone でね収録したんですけども、まあもちろん f x 3ってよりかは画質落ちますけれども、手ブレとかも含めた総合的に皆さんに見ていただく上では、iPhone でも十分だよなっていうところで、僕の場合はむしろこれがちょっと重いなっていう時は、もう iPhone で言っておいて、特に風切り音とかも、 多少入っててもね、十分に居なし方も上手いし、これでムービーを撮る。で、スチールはスチールで、やっぱオートフォーカスがあった方がいい時とか、その瞬間をきっちりと撮らなきゃいけない時は、キャノンキーを出しつつ、ですが、ブラっとね、その空気感とかを表現していきたいとか、切り取っていきたいという時は、ライカの M 型、M 型ライカを使うと。この辺の墨分けでいいかなと。なので、究極僕は、今、R3 と M11、ムービーは FX30 と、 えー、スマホ、iPhone。このコンビでいいかなと思ってます。もちろん、こういう YouTube の収録で、えー、ただこうやって喋るだけっていう時の収録においては、R3、えー、EOS R3 に上にタスカムをつけて、えー、こちら、MK1416 をつけて収録していくと。まあ、この辺が、今現状の僕の最適解なのかな、というふうには思ったりしております。ですが、えっ、ー、と、r 6 i 2ね、本当に素晴らしいカメラですけれども、 ハイブリッド運用、ムービーとスチルをハイブリッドに運用していくっていう風になると、やはり何度も言いますと、ここのモードダイヤルと、えっ、ー、と、スチルとムービーのモードダイヤルと、ここの、あ、スチルとムービーのスイッチングと、ここのモードダイヤルが結局2系統の操作になってしまうことによって、えっ、ー、と、ハイブリッド運用に関してはちょっと、えー、迷いが生じる。もし、場合によってはちょっとミスが生じるっていうことが、 現場ではね、特にラリージャパン収録、撮影しているような、その瞬間も撮らなきゃいけないのに、えディレクションもしながら撮っていく YouTube の収録っていう過酷な状況下においては、えー、R6 Mark II の2個のダイヤル、スイッチとモードダイヤル、ここが一つネックになっているのかなというふうには感じた次第でしたね。なので、まあ、究極は R3 が最強かなと思います。R3 も物理ダイヤルでモード、えっと、スチールと、 ムービーのモードをカチカチと切り替えられますが切り替えたところで、えー、とモードはまた別に、ね、選べる R5 のような状況になってますから EOSR とかと一緒でね結局はあのムービーとスチューがきれいに AF の設定だ、えー、その他の設定がきれいに分かれてますから、まあ、OS をちゃんと乗り換えられるような、ね、設定になっているとで R6M2 は逆に OS がちょっと一緒の中で 一緒の OS の中でちょっとその中で切り分けなきゃいけないというところでちょっとユーザービリティ的にはやはり上位機種っていうものは R5、R3 この辺はやっぱりその辺がしっかりしているんだなというふうに改めて思った次第でしたと <laughs> いうところで今日も使い方をお過ごしください。西川たりしたどうも